皆さん、こんしましま、ニャンティスの新ネッコズッキです。追放選挙実況プレイ、今日も元気にやっていきたいと思います。前回はですね、まあ、ついにね、B グループを、まあ、選挙で、まあ、追放しまして、で、その後のね、話なんですけどね、まだね、対立候補者誰にするかね、決めてないんですよ。まあ、どういう展開になるかね、なんか、今回は、なんか、一日、なんか、休暇を取るみたいな感じだったんですけど、やっていきましょう。シャワーを浴びて新しい制服に、袖を通す。昨日着ていたのは、着たまま眠ってしまったために、なんだ、ほこりだらけになっていた。カゴに放り込んで、一花の部屋に向かう。洗濯しとかないとね。想像していたよりは体の調子が良かった。気だるさは軽く感じるが、よく眠れたせいかもしれない。そうだ。昨日はあれだよね、あの、要、めっちゃ体調不良だったよね。その前にもう一度脳裏の部屋を調べておく。あ、そうそう、なんか部屋に行ったんだっけ。ダメか。カードキーが向こう。明日には元に戻っていればいいが。それも明日にならないとわからないか。今は一花の部屋に行こう。ノーリどうしたんやろ。あ、カナメ、よく眠れた？おはよう。ついさっきまで一度も目が覚めなかったよ。ね、ノンレム睡眠ってやつやな。合ってるっけ？もうお昼近くだよ。あ、体調はもういいの？まだ少しだるいけど平気かな。頭痛も収まったし、体と頭が少し重いくらいで運動でもしなければ問題はなさそうだ。ご飯はもう食べた？まだだよ。レストランに行かないと食べられないし、要を待ってたから。じゃあ早速行こうか。今日どんなん来るんやろ。頭痛いから、なんかこうあっさりしたもんがいいよな。そういえば、ノーリちゃんの部屋には行ってみた？ここに来る前にね、まだカードキーが使えなかった。朝起きた時に私も試したけど、同じだった。部屋の中にいるのかな？アリスの性格から考えれば、いない可能性も高いと思ってる。おっと、アリス、ノーリに何している？に鍵をかけるの？中に入ったらいないってことが分かってしまうから。そうだね。だから考えても無駄だってこと。明日になってまだ戻ってなかったら脅迫してでも聞き出そうね。めっちゃ、一か、戦闘態勢やな。もう、アリスやる気ですか？そうしよう。アリスに対して効果的な脅迫を考えるのは少しだけ楽しい作業だった。どんなこと言えばいいんだろうね。やあ、一条くん。お昼ご飯かな？おはようございます、忍長寺さん。寝起きってわけだね。おはよう。こんにちは、忍長寺さん。ここで来るのは初めてかな、市川。こんにちは、奉仕さん。二人揃ってここに来たってことは、お昼ご飯かな？
ああ、一条くんにとっては朝ごはんになるのかもしれないけど。あれや、ブランチや、ブランチ。昼に食べたら、何度目の食事でもお昼ごはんですよ。そういう人もいるね。そうだ、もしよかったら僕が何か作ろうか。リクエストがあれば何でも作るよ。マジで？マジで何でも作ってくれんの？じゃあいきなりステーキみたいな感じのもの作ってくれる？いえ、大丈夫です。今日は私が作りますので。それでもいいかと思ったが、俺は答えるよりも早くイチカが答えてた。もうイチカの手料理ね、愛妻弁当やな。そうだね。じゃあお願い。ここに来てからは機会がなかったから、イチカの料理は久しぶりだ。一条くんもなかなかやるね。彼女の手作りなんて羨ましい限りだよ。ね、男の人だったら誰だって憧れるよね。そういう人が欲しいな。任長寺さんは誰かが来た時のためにわざわざここで待ってるんですか？部屋で好きなものが注文できるから、あまり食べに来てくれる人がいなくてね。でも今日は来るんじゃない？でも今日は朝からゆりぞのさんが来てくれたから満足だよ。おお、しおりさん、何気に来るんだね。ゆりぞのさんですか？順調に関係を作り上げているというわけか。あやらさんは？少し前にドアの前でうろうろしてたから席を外してあげたんだ。席を外した？どうしてそんなことを？残念だけど、僕はよほど彼に嫌われているらしいね。戻ってきた時には調理のいらないパンとか保存食がなくなっていたから。取っちゃったんだね。あやらさん、取っちゃったのね。むすっとしてぬすっとしたのね。これダジャレになってんのかな。ずいぶん優しいんですね。何がなくとも食事がないのは僕だったら耐えられないから。それから思い出したように任長寺一生は続けた。そういえばイスルギ君と姫野さんたちも来てたっけ。朝早くだったけど。食べてもらえたんですか？残念ながらイスルギ君の希望でね。姫野さん、お姉さんの方の料理が食べたいらしくて。やっぱりこう、やっぱ信じられないって感じやだね。料理できるんですね、みおりさん。弟さんはやめた方がいいってずっと言ってたよ。少し涙目で。あら。それでどうしたんですか？さあ、遠慮して外に出てきたからどうなったかまでは。そういうことに随分気を使うんですね。性分みたいなものだよ。だからもう少ししたらまた席を外させてもらおうかな。あ、ひょっとして俺たちのために？みんなが美味しいものを食べられるのなら別に僕が作らなくたって構わないんだ。誰が作ったか、それに誰と一緒に食べたか、一番大事なのはそういうことだからね。まあ、みんなで食卓を囲むっていうことだよね。そうかもしれませんね。そうだ、一条くん、出て行く前に一ついいかな。
何でしょう。予定していた食事会だけど。そういえば選挙の次の日にしようって言っていたな。どうせ夜も作らなくちゃいけないんだから、ついでにどうかと思って。どうしよう、いちか。私はどちらでも。じゃあお願いします。ねえ、夜はね、ワインでも飲んでね、優雅に食べようじゃない。それはよかった。腕によりをかけて用意しておくよ。そういえばノーリさんは、アリスは休んでるって言ってたけど、戻っているなら一緒にどうかな。まだですね。今日中に戻るかどうかも。そう、それは残念だね。すみません。いや、君のせいじゃないしね。それじゃあ、私はそろそろ用意してくるね。カナメ、何かリクエストはある？何でもいいよ。何でもいいが一番料理人泣かせだって知ってる？ですよね。ですよね。なんかね、簡単なものならいいよみたいな感じのもよくないらしいからね。気をつけないといけないよね。言葉のあやっていうのかな。本当に何でも美味しいから大丈夫ですよ。はい、大丈夫です。ずいぶん仲がいいんだね。まるで長年の夫婦みたいに。似たようなものです。それじゃ僕はそろそろ失礼するよ。それでは夜の食事会楽しみにしています。私も楽しみにしています。そうだ、アレルギーとか嫌いなものはある？私もカナメもどちらもありません。そう、じゃあメニューは全部僕に任せてもらおうかな。時間は20時でいいかな。少し遅いかもしれないけど、準備に時間をかけたいから。おお、結構遅めやな。まあその間に風呂入ったりしとけばね、いいね。時間はお任せします。変更がなければ20時ですね。うん、それじゃあまた夜に。じゃあ私は朝ごはんの用意をしてくるね。ありがとう。今日はイチカのね、手料理を食べれる、そんな会だねって。イチカがレストランの奥にある厨房に入っていくのを見送って、手頃なテーブルの椅子に腰を下ろしたね。イチカ高校生だからね、厨房じゃないんだよね。まだ少し頭が重い。バファリン、バファリン。特に選挙の後にそう思うことが多かった。記憶をいじらせているせいかもしれない。人間が脳にどう記憶をしているのか。生物の授業で習ったような気もするが、そのメカニズムについてはよく知らなかった。カイバーだったか。そんな機関の名前が、三分的に思い出されるくらいの知識しかない。なんかこう、中心あたりにあるやつだったっけ、海馬って。なんか、決してね、ブルーアイズホワイトドラゴン使う人じゃないけど。ただそのメカニズムが完全に解明された。あるいは記憶を書き換える技術が、確立されたというニュースは聞いた記憶はない。
それほどの研究なら一般の人間にも知れ渡るほど大きな発見になるだろう。それを言いとも簡単に、少なくともそう見えるくらいに一通り、操るアリスが恐ろしい。それ以上に怖いのは、自分の意識が操られてしまってはいないかという点に尽きた。記憶すべてが他の他人のものとはすり替わっていったとしたら、それは俺なのだろうか。やめよう。うん。その時、要は考えるのをやめた。この復讐が終わってからだ。自分のことを考えるのも、他人のことを考えるのも。ふと厨房に視線を向けようとした時。だからおかわりすればよかったのに。お？ミオリちゃんかな？いや、あの、すみません。ごめん、道宗。お？この声は。A グループかな？あ、かなめさん、こんにちは。こんにちは。ああ、先輩、チュアッス。エイセーで。こんにちは。三人も食事に。ついさっき任長寺一世から話を聞いていたから少し意外に思ったが、朝食からはもう時間が経っているだろうし、昼食ならちょうどその頃か。もう腹が減って死にそうっす。今日はね、アリス運んできてくれないからね。何度もおかわりしないか聞いたのに。姉さん、ちょうど今一花が料理中だけど、すぐに厨房も開くと思うよ。奉仕さんってお料理得意なんですか？どうだったっけな。ちょっとね、あのちょろっと気になって見てたんです。あの追放宣言のね、あのアートブックをね見たらね、一花はまああの家事全般が得意、まあ趣味みたいです。まあ歌もうまいしな。引退しちゃったけどな。得意だよ。うわ、即答っすね。これは相当自信ありと見たね。川越シェフもびっくりみたいなね。羨ましい。ちょっと私習ってくる。一花の料理教室みたいなね。ほぼ同時に一花が戻る。お待たせーって、姫野さんにイスルギさん。おかえり一花。これ置くね。3人の視線を受けて居心地悪そうに一花が俺の隣に座る。でどうしたの？俺もまだ状況が理解できていなかったが、なんとなく想像はできる。任長寺一世の言葉を信じるなら、姫の身寄りは料理が不得意なようだった。彼が料理人であることを、差し引いて考えていたが、差し引かずに考えた方が良さそうな気がする。彼らもこれから昼食だって。そうなんだ。じゃあすみません、私たちは先にいただきますね。いただきます。それオムレツってやつですよね。オムレツ？え？一花が持ってきてくれたのはプレートを見ると確かにオムレツが載っている。付け合わせにソーセージとサラダとオレンジジュース。もうモーニングメニューやな。少し焦げたトーストがジャムとバターの小さなパックとともに別の皿に用意してあった。もうめっちゃモーニングやな。そうだけど。
こういうのでいいんすよ、みおりさん。もしかして？シンプルだけどバランスも良さそう。ね、もう栄養面もね、配慮されているみたいなね。シンプルなのが一番難しいってよく言うじゃない？それ、多分芸術とかデザインとか、そういう分野の話だと思う。料理だって芸術みたいなものだと思うけど。まあ、盛り付けによってね、こう美味しく見えたりみたいなのは確かにあるからね、こうプレバトみたいな感じでね。それより先輩の言った通り、本当に料理得意なんすね、星さん。そのこと言ったの？聞かれたから。ありがとう。好感度アップ。いちかが料理を褒めたイスルギミチムネと俺の両方にお礼を言う。大きなため息をつき、ミチムネがもう一度俺の皿を覗き込む。こういうの食いてえなっていうね。それを睨む、ミオリの視線が彼に突き刺さる。しかし食べづらいな。原因もほぼ判明したし、2人、いや3人が空腹なのも見てすぐにわかる。あ、ごめんなさい、すぐに連れて行きますね。道宗、姉さん、行こう。ね、ゆりくんはね、本当隠れたまとめ役やね。